ね、サコイを通じて本当にいろいろな方とお知り合い、チームさんやでもサコメさんやいろんな地域に行って踊っていただける機会をもらえたり、そして今日はまたこの志津峰ふるさと公園にて踊れる機会をいただけたり、本当にサコイに感謝しております。その嬉しい気持ちを、月咲く夜にっていう曲に思いを込めて踊っていきたいと思います。今日本当は板倉咲子園さんもご一緒できるはずだったんですけども、ちょっと都合がつかなくなり1名だけなんですけども、一緒にこの中で踊っております、踊ります。はい、それでは皆様に笑顔の花がこれからもたくさん咲きますように願いを込めて踊ります。曲の紹介をよろしくお願いします、はい、お願いします。月咲く夜にです。はい、よろしくお願いします。Oh, yeah.
ございました。今の演舞の中でお客様よさこいが出てきましたよね。発祥は